はよう。おはようなんだぜ。マリサは何の食べ物が好き？私は肉が好きなんだぜ。お肉はやっぱり鉄板よね。鉄板で焼くのがいいってことなんだぜ。違うよ。鉄板は硬いことから、俗に間違いないこと、確実であることを言う際に使われるんだよ。知ってるんだぜ。からかっただけなんだぜ。ねえマリサ、少し前こんなことがあったんだよ。どんなことなんだぜ？男性器を食べるイベントが開催されたことがあるの知ってる？知るわけないんだぜ。どこの未開の地なんだぜ？日本だよ。は？2012年5月13日夜、性器を食す性器のイベントと銘打って、そのイベントは開催されたよ。マジかよ。開催したのは芸術家の男性。芸術に性は関係ないからと切除したようだよ。ごめんちょっと何言ってるのかわからない。それでどうせ切るならみんなに振る舞っちゃおう。ってことでイベントが開催されたよ。切除したものを病院から受け取り冷凍保存して、イベント当日にシェフを呼んで調理したよ。2万円を払えば食べれたみたいだよ。会場には見物含め100人ほどの人が集まったみたい。ちなみに入場料は4000円、当日は4500円だよ。マジで吐きそうなんだぜ。どこのレストランなんだぜ？ライブハウスだよ。何にも言えないんだぜ。ちなみに食べる前には誓約書を書かされたようだよ。要約すると、食材が何であるかを把握した上で、自分の意思で食べる。万が一身体的苦痛や、精神的苦痛を生じても自己責任とする。イベント中の撮影は自由とし、それによって不利益を生じたとしても自己責任。ということだよ。なんか問題が起きても困るもんな。実際に食べた人の感想は硬すぎるってことらしいよ。味の感想よりみんなそう言ったらしいよ。マジで気分悪くなってきたんだぜ。あまりにもあれだからモザイク入れてるけど実際の食レポしてるブログはモザイクなしだから。気になるなら自分の性器を食べさせるとかで、ググるとめっちゃ詳しく書いてあるブログ出てくるよ。絶対見ないんだぜ。からかってごめんなんだぜ。困った猫やってところだよ。あくまでも自己責任で頼むんだぜ。ほんと具合悪くなったんだぜ。食欲ゼロなんだぜ。そんなマリサには今回グルメの話をしようと思うよ。ほんとごめんなんだぜ。もうからかわないから許してなんだぜ。今回紹介するのは、アルバート・フィッシュ。イギリスの紳士みたいな風貌なんだぜ。多分だけど、私が知る限り最も凶悪な、サイコパスだよ。霊夢が紹介する人はみんなヤバすぎるんだぜ。その中でも突出してるよ。もう嫌なんだぜ、とほほ。誰もが言葉を失う恐怖の食人鬼、アルバート・ハミルトン・フィッシュ。解説始まるよ。ゆっくりしていってね。この動画は過激な表現や、画像がとても多く使われています。苦手な方のご視聴は絶対におやめください。今回話すのは人を好んでお菓子、食べた狂気の食人鬼、アルバート・フィッシュ。この人を超えるシリアルキラーは、今後現れることはないと言われるほどだよ。暴行による被害者の数は、400を超えていると推測されていて、本人は100人以上を殺めたと言っているよ。実際にフィッシュのものと、確定している犯行が3件、フィッシュによる犯行だろうとされているものが、複数件あるよ。400って今までと次元が違うんだぜ。1870年5月19日、ワシントン DC で、アルバート・フィッシュは生まれたよ。兄のウォルターとエドウィン、姉のアニー、そして末っ子のフィッシュの4兄弟だよ。父ランダールはフィッシュが生まれた時、すでに75歳だったんだよ。父はポトマック川のボートの船長を仕事としていて、彼の母は、ランダールより43歳年下だよ。すごい年の差なんだぜ。ポトマック川は春になると桜がとても綺麗なんだよ。本当に綺麗なんだぜ。でもなんで桜？日本とアメリカの友好の証に日本から送られたんだよ。その話が詳しく聞きたいんだぜ。フィッシュの家系は代々精神疾患の多い家系だったんだよ。じ、兄と姉はそれが原因で入院をしているんだよ。1875年、フィッシュが5歳の時に、父が心臓発作で倒れてしまうよ。結構いい歳だもんな。そのまま父は帰らぬ人となってしまうんだ。母だけの収入では子供4人を育てることが難しく、フィッシュはワシントンの、セントジョンズ孤児院に預けられるんだよ。この孤児院では子供をかなり厳しくしつけていたんだ。どれくらい厳しかったんだぜ？教鞭によるしつけがメインで、他にも殴ったりしていたとも言われているんだ。それしつけじゃなくて虐待。他の子供たちは教鞭によるしつけを嫌がっていたけど、フィッシュだけは密かに楽しみにしていたんだよ。それはなんでなんだぜ？叩かれるたびにフィッシュは、快感を感じていることに気づいてしまったんだよ。お尻を突き出した姿勢で行われるしつけをされると、フィッシュは勃起をしていたそうなんだ。うわ、神聖ド M なんだぜ。その通りだよ。さらに自分が叩かれるのみならず、他の人がしつけられていることを見ても、興奮していたよ。それを思い出して G に蹴ったそうだよ。この頃から結構ヤバい感じだったんだな。フィッシュはこのしつけに関して、ことあるごとにムチ打ちをされたが、これは何の意味もない。子供たちは、ムチで殴られるたびに悪くなっていった、と語り、自分はムチ打ちを楽しみにする唯一の子供だった、と思い返しているよ。痛みでしつけるのって私反対なんだよね。痛みでしつけると、どうしたらバレないようになるかとか、そういう思考になってしまう気がするんだよね。殴られないならやってもいいとか、基準が痛い思いをするかどうかみたいな。
人が嫌がるからやめようとか、そういう風に考えることができるようになるには、ちゃんと言い聞かせて理解させないとダメなんじゃないかなって。すごくまともなこと言うんだね。何を隠そう、私はスーパーやんちゃだったからだぜ。1882年、安定した収入を得られるようになった母が、フィッシュを引き取りに来たんだよ。フィッシュが家に帰るとちょうど軍隊から除隊した兄が帰ってきたんだよ。兄はフィッシュに、男女が性行為をしている写真を見せたり、戦場で実際に目撃した、と言ってフィッシュに人肉食いの話を熱く語ったよ。人肉食いって、それ本当なんだぜ。多分嘘だよ。でも尊敬する兄がそんな話をしたら、そりゃ興味を持つよね。フィッシュが12歳の時、前方の配達人の少年と性行為を行ったんだよ。少年ってことは男の子なんだぜ。この少年は他人の小便を飲んだり、排泄物を食べることを好む性癖だったんだよ。当然フィッシュにもそれを求めるようになるじゃんか。オーフ。その結果フィッシュもそれに強い影響を受けてしまうよ。変態のサラブレッドなんだぜ。そしてフィッシュは15歳で学校を中退して塗装工の職に就くよ。自分の性癖とマッチする人を探してアメリカ中を練り歩くんだ。でもそんな特殊な性癖なんて見つかるはずなかったよ。そりゃそうなんだぜ。重度の SM 好きで、スカトロ好きの同性愛者なんて、そんな都合よく出てくるわけないぜ。結局諦めて1890年、20歳の時にニューヨークに移住するんだよ。そこでサウナに入り浸るようになるんだよ。なんでサウナな？もしかして男の裸が、手軽に見れるからとか言うんだぜ。冴えてるね。それだけじゃないよ。自分の好みの少年を見つけると、フィッシュは少年を言葉巧みに誘惑して強姦するようになっていたよ。マジでモンスターなんだぜ。この頃から詐欺や窃盗を働くようになるよ。お金がない時はそうやってお金を稼いでいたんだね。1898年28歳の時、母親から紹介された9歳年下の、アンナ・メアリー・ホフマンと結婚したよ。え？結婚したんだぜ？したよ、6人の子宝にも恵まれているんだよ。ちょっと信じらんないんだぜ。この時フィッシュは、結婚していたにもかかわらず恋人がいたんだよ。え？それ性別は？言わなくてもわかるよね。でしょうね。ある日の午後、フィッシュと恋人の男は老人洋館を訪れたんだよ。そこで気になるものを見つけてしまうんだ。標本は男性器を縦に切り裂いたもので、海綿体と睾丸の断面だったんだよ。その中身にフィッシュは異様に興奮してしまったんだ。その日からフィッシュはその博物館に毎日通っては、陰茎や睾丸の断面を見ていたんだよ。ちょっと待ってくれなんだぜ。それ実際に見たいとか思わないでくれなんだぜ。それをきっかけにフィッシュは以前、少年にいたずらしている時に、陰茎を切り取れ、という声を聞いたことを思い出すんだよ。この出来事以来、フィッシュは陰茎を切り取ることに、執着してしまうよ。思っててもやっちゃいけないことってたくさんあるんだぜ。絶対やっちゃダメなんだぜ。いろいろとこじらせすぎなんだぜ。1903年には、銃窃盗の罪で逮捕されているよ。約1年半、シンシア刑務所に収監されたんだ。結婚後も強姦などをやめることはなかったよ。主に6歳以下の男児を標的としていたんだ。そして彼はついに行動してしまうんだよ。1910年、デラウェア州で、家の塗装工として働いていたフィッシュは、19歳のトーマス・ケデンと出会ってしまったよ。出会ってしまったって言い方やめろ。とケデンは、すぐにそういう関係になったそうなんだ。でも、ケデンが実際にどれだけ同意したかは不明だよ。え？どういうことなんだぜ？ケデンは知的障害があったんだよ。だから拒否ができなかったのかもしれないし、無理やりされていたのかもしれないよ。合意であったと信じよう。こういうかこの話は逮捕後の、フィッシュの証言が元になっているから、正直な話、真偽のほどもなどだよ。出会って10日ほど経った時、フィッシュはケデンを、農場の廃屋に誘い込んだよ。2週間の間、フィッシュはケデンを監禁し、拷問して、そしてついにずっとしたかったことを実行するんだよ。もしかして、ちょん切るんだぜ。その通りだよ。フィッシュはケデンのものを、半分に切り落としてしまったんだよ。そして満足したのか、フィッシュはケデンを解放するんだ。フィッシュはケデンのものを、持ち帰ろうとしたんだけど、暑さによる腐敗臭で、バレる危険性を考えて断念したよ。フィッシュはハンカチにワセリンを含んだものでケデンの傷口を包んだよ。そして10ドル札を置いて別れのキスをして、列車で帰宅したそうだよ。その後の彼の消息は知らない、彼の悲鳴と、私に向けた視線を、決して忘れないだろうと語ったよ。なんかかっこいい風な感じで話すのやめろよ。やってることは腐れ外道なんだぜ。1917年1月、フィッシュの妻が近所に住む、実家で仕事をしていた便利屋の、ジョン・ストローブと不倫してしまうんだよ。そういえば結婚して子宝にも恵まれていたもんな。旦那や父親としてフィッシュはどうだったんだぜ。ごく一般的な旦那で、ごく一般的な父親だったんだよ。よくありがちな虐待とか DV はなかったんだぜ。全くなくて本当に普通の夫で父親だったそうだよ。なんか意外なんだぜ。離婚して親権は母親が取得したんだぜ。子供も置いてどこかへ消えてしまったよ。マジか。この人権から良き父親でもあったフィッシュは、おかしくなっていくんだよ。もうおかしいんだぜ。裏の顔はやばいけど、表面上は普通の人だったんだもん。フィッシュは神の声が聞こえると言ったり、俺がキリストだと、夜な夜な叫んだりするようになったんだよ。マジなやつじゃん。さらには自分の体中に針を刺したり、オイルに浸した羊毛を肛門に刺して、着火するとか自傷行為をエスカレートさせていったよ。まあ、誰にも迷惑をかけていないなら、そうも言ってられなくなっちゃうんだよ。
自分の子供たちに自分を針の打ち込まれた板で、殴ることを要求するようになったよ。やられる側かよ。まあ子供たちが痛い思いをしないだけいいか。子供たちにどうしてこんなことさせるの？と聞かれた時には、これによって名状しがたい感覚が体を貫く、キリストの受難を超えなければならない、と語っていたそうだよ。言ってることがわけがわからない。フィッシュは自分の体が殴られるたびに喜んで、よだれを流して謝罪して、それを子供たちに見せつけたそうだよ。家に遊びに来た子供の友達にも、それをお願いしてた始末だよ。私だったら父親がそんなことしたら、生きていけないんだぜ。食事の際に子供に生肉を強要させていたらしいよ。安心したんだぜ。何が？ちゃんと狂っているんだぜ。それにそれは立派な DV なんだぜ。まあそうだね。1919年、ワシントン DC のジョージタウンで、知的障害のある少年を刺したよ。少年をボート小屋に連れ込み、散々拷問した挙句に殺害したよ。ニューヨークでも同じように、一人の少年を殺害しているよ。どうやってこうやって被害者を見つけてくるんだぜ。食事に誘ったりお金を渡してついてこさせていたようだよ。1924年7月、9歳のフランシス・マクドネルが家に帰らなかったため、両親は少年の捜索願いを出したよ。少年は兄や友人たちとキャッチボールをした後行方がわからなくなったんだ。捜索隊によって自宅近くの雑木林の中で、遺体となって発見されるよ。少年は自身のつけていたサスペンダーで、首を絞められて殺害されていたんだ。彼の左足は肉がまるっと剥がされていたよ。もちろん遺体は暴行をされていたんだよ。ほんと血も涙もないんだぜ。今までの人は同情する余地がないわけじゃなかったけど、こいつにはそういうものが一切ないんだぜ。ずっと邪悪なんだぜ。フィッシュは少年を犯し、去勢をするつもりで殺害をしたんだけど、近くで人の気配を感じたから、急いで逃げたんだ。警察は友人に話を聞いたところ、灰色の口ひげを生やした男と、一緒にマクドネルは立ち去ったと警察に話したよ。友人の説明を聞いた後、マクドネルの母親、アンナは以前に、その特徴の男を見たことがあると話したんだ。彼女はこう言ったよ、手を奇妙にグーパーさせながら、通りを徘徊し、何かブツブツと独り言をつぶやいていた。彼は、太い灰色の髪に、垂れ下がった灰色の口ひげだった。彼の周りのものすべてが色あせて灰色に見えた。異質な雰囲気みたいなものがあったんだろうな。このことからフィッシュは、フレイマン、と異名をつけられたんだよ。フィッシュの犯行が確定しているものは、前述の通り3件の殺人のみだよ。一つはマクドネル。あとの2件はタイミングが来たら説明するよ。その他の殺人はすべてフィッシュが証言したもので、真偽のほどは定かではないよ。でも一致するような事件も多くて、ほとんどフィッシュの犯行とされているものが、いくつもあるよ。もう100年も前の犯罪だし、調査の底までレベル高くなかっただろうしな。そうだね、今だったらどんどん関連付けられていくと思うよ。でもそんなこと言うんだったらもっと初期の方でフィッシュは捕まってるよ。そしたらこんなに被害者は出てないよ。確かにそうなんだぜ。実はマクドネルの犯行が行われる3日前、誘拐未遂事件が起きていたんだ。スタテン島の農場で8歳の少女ベアトリスが、一人で遊んでいる時に、ルバーブ探しを手伝ってほしい、と男に声をかけられたんだよ。男はお礼として金を見せて、少女が農場から出ようとしていたところ、気づいた母親が男を追い払ったんだ。母親ファインプレイなんだぜ。すぐに金を見せる奴と、子供に金を渡そうとする奴に、まともな奴はいないんだぜ。すぐ後に、農場の納屋をねぐらにしようとした男は、少女の父親に見つかって締め出されたんだよ。その後すぐにこの父親が警察に通報しているよ。バレてもなおねぐらにしようとするってすごいな。1927年2月11日、4歳のビリー・ガフニーは、ブルックリンのアパートで、友人の兄弟と一緒に遊んでいたんだよ。3歳のビートン、12歳のビートンの兄の3人で、かくれんぼをしていた時、急にビリーがいなくなってしまったよ。ビートンが警察からビリーについて何が起こったのか尋ねられた時、ビリーはブギーマンが連れて行ったと言ったんだ。出たんだぜブギーマン。それよく聞くよな。ブギーマンはナイトメアビフォアクリスマスに出てくる敵キャラなんだよ。ブギーブギー。そうだよ。ブギーマンが怖がられているから、その名前が採用されたんだよ。ちゃんと簡単に説明すると、ブギーマンは世界各地に伝わっている、主に子供を狙う人さらいのことだよ。国によって呼び方は違うけど、概ね存在意義は同じで、子供をしつける際に出てくることが多いよ。聞き分けの悪い子供に対して、良い子にしないとブギーマンがさらいに来るよ、とか言って大人が叱ったりするあれだよ。めっちゃわかったんだぜ。私もピエロでそれやられたんだぜ。国によって名前や姿形、特徴もまちまちで、出てくる場所もタンスや物陰、といった身近な場所に潜む一種の怪異や精霊、妖怪だよ。私の時は閉まりかけのドアから覗いているって言われていたよ。だからしっかりドアを閉める癖ができたんだぜ。日本では閉まりかけのドアは多いようだよ。ちなみにブギーマンが出てくる場所は、クローゼットだよ。だからアメリカの子供はクローゼットを怖がる子が多いよ。そういえばモンスターズインクも、お化けたちは、みんなクローゼットから出てきていたんだぜ。オランダでは水の下だったり、別の国ではベッドの下だったり。話は戻るけど、大人たちは少年の証言を信じなかったんだよ。地道な捜索を続けたが犯人の発見には至らなかったんだ。同年に、子供の身を標的とする連続殺人犯が、逮捕されて関与の疑いが持たれたんだよ。決定的な証拠や自白もないままほどなく死刑が執行されたよ。
結局何もわからなかったんだな。それから約半年後の、1928年6月3日、一人の少女が行方不明となったよ。名前はグレイス・バット、家族から話を聞くと、ある一人の老人が現れたんだよ。始まりは1928年5月25日、求人広告にエドワード・バット18歳が、記事を掲載したことだったんだ。灰色の顔をした小柄な紳士は、給食記事を見たと言って、バット家に現れたんだよ。やっぱり印象的には灰色なんだな。私にとっては写真のせいで灰色に見えるんだぜ。そこに関しては写真が残ってるだけでもありがたいんだよ。100年も前の事件だもんな。ニューヨーク州、ファーミングデールの農場主だとその男、フランク・ハワードは自己紹介したよ。フランク？もちろん偽名だよ。まあそうだよな。彼はハワードの給料をとても高く設定し、ぜひとも働いてほしいと言ったよ。でもそれが逆にバット家に不信感を与えてしまったよ。まああまりにも高い給料って怪しいもんな。彼は続けて、数百羽の鶏と6匹の乳牛を、6人の子供たちと一緒に協力して、飼育しているのだと話したんだ。はじめは半信半疑だったバット家だけど、どのように農場を成功に導いたのか、成功体験を超えたからかに語り、そして今後のビジョン、そのために人手が必要なことを話したんだ。その頃にはフランク・ハワードを疑う人はいなかったんだ。そりゃそんなことを話されたら信用してしまうんだぜ。いくらいの給料だったんだぜ？週95ドルだよ。は？ 1500 円なんだぜ。現在の紙幣価値で換算するとそうなるね。ああ、昔だと違うのか。そそ、約100倍違うよ。15万なんだぜ。そりゃ怪しいと思ってしまうんだぜ。住み込みで働くことが決まり、数日中に迎えに来る約束をして、ハワードは帰って行ったんだ。その数日後、予定が変わったことを、ハワードは電報で連絡をし謝罪しているんだ。そうやって信憑性を得ているんだね。6月3日、バット家に再訪したハワードは、エドワードを農場に連れて行く前に、用事ができたと夫人に伝えるんだよ。そしてこう言ったよ、これから、私の姪のお誕生日会がありまして、よろしければグレイスも一緒にどうでしょうか？グレイスは喜び、両親も快諾してしまったんだ。そして帰ってこなかったんだな。夜遅くなっても帰ってこないグレイスを心配して、警察に相談するんだ。結局足取りをつかむことはできなかったんだよ。調べたところフランク・ハワードという名前も、農場の仕事も、行き先であるパーティーの住所も全て架空のものだったんだよ。これ絶望するだろうな。すぐに新聞紙に彼女を探す記事が掲載されたよ。でも結局何もわからなかったよ。少女の母親は、何百枚にも及ぶ性犯罪加害者らの写真を確認したけど、フランク・ハワードを名乗る牧場主、グレイスをさらった男は見つけられなかったよ。もしかしたらここでフィッシュを捕まえられていたかもしれないんだよね。なんでなんだぜ？小さい女の子を誘拐したら目的は何だと思う？それは多分性的暴行を加えるためだと思うんだぜ。そうだよね。だから警察は性犯罪加害者らの写真を母親に見てもらってるんだよ。この時フィッシュは6回の詐欺や窃盗での逮捕歴があったんだよ。あ、ってことは、性犯罪に絞っていなかったらもしかしたら。まあ、机上の空論だね。そういう犯罪者なんて何百何人といるだろうし。ただ、もしかしたらとは思ってしまうよね。やがて全米中の警察へ少女の写真付きの捜索願いが出されることになるけど、進展はなかったんだな。うん。その事件から6年後、1934年のことだよ。あ、どうしたんだぜ？ここから過激な内容になるから注意してね。じゃあ帰るよ。ダメに決まってるでしょ。なんで聞いたんだぜ？覚悟の準備をしてもらおうと思って。そんなもん必要ないんだぜ。無駄無駄。冗談抜きでしんどい内容だから。わかったんだぜ。デリア・フラナガン・バット夫人の元に、匿名の手紙が届くんだよ。夫人は文字が読めなかったから息子にその手紙を読んでもらったよ。あまりの内容に夫人はそっとしてしまったんだ。親愛なるバット夫人へ。1894年、ジョン・デイビス船長の蒸気船に、私の友人がスイフとして搭乗していた。サンフランシスコから中国の香港へ向けて出航した。香港に到着した彼は、他の二人と陸に上がって酒を飲んだ。彼らが戻った時には船は消えていた。は？何が言いたいんだぜ。夫人も身に覚えがない、意味のわからない手紙に困惑したよ。その頃、中国では飢饉が続いていた。どんな肉でも1ポンド1ドルから3ドルだった。人々は貧苦にあえぎ、上から逃れるために、12歳以下の子供は全て肉屋に売られ、切り刻まれて食料として売られた。14歳以下の少年少女にとって町に安全な居場所はなかった。なんか気持ち悪いな、この文章を読んでるだけで嫌悪感が湧き上がる、なんか不吉で不気味な感じ。どこの店に行っても、ステーキや、シチューの肉を頼むことができた。それは、裸の少年少女を連れてきて、欲しい部位を切り分けられたから。便宜上、格子の滑裂として売られている、最も美味とされる少年少女のお尻の肉は、最も高い値段で取引された。ジョンはそこに長く滞在して、人肉の味を覚えた。ニューヨークに戻ると、7歳と11歳の2人の少年を誘拐した。自分の家に連れ去り、裸にしてクローゼットに縛り付け、着ていたものをすべて燃やした。毎日、毎晩、何度も折檻し、肉を美味しく柔らかくするために拷問した。最初に11歳の少年を殺したのは、彼のお尻が一番大きかったからで、もちろん肉も一番多かった。頭以外のすべての部分が調理され、食べられた。オーブンで焼いたり、茹でたり、焼いたり、揚げたり、煮たりした。
次に小さな男の子も同じように食べられた。当時、私はリアライトサイドに住んでいました。彼は人肉の美味しさをよく話してくれたので、私はそれを味わってみることにしたのです。1928年6月3日の日曜日、あなたの元を私は訪ねた。イチゴとチーズを持参し、私たちはランチを食べました。グレイスは私の膝の上で私にキスをしました。私は彼女を食べる決心をし、パーティーへと誘ったのです。あなたは行ってもいいよと許可を出しましたね。彼女をウェストチェスターの空き家に連れて行きました。そこに着くと、私は彼女に外にいるように言ったのです。彼女は野の花を摘んでいました。私は2階に上がり、自分の服をすべて脱ぎました。そうしないと彼女の血がついてしまうからです。支度を終え、私は窓辺から彼女を呼びました。そして彼女が部屋に来るまでクローゼットに身を潜めたのです。裸の私を見た彼女は、泣き出して階段を駆け下りようとしました。私が彼女を掴むと、彼女はママに言うと言いました。私はまず彼女を裸にしたのです。蹴られたり、噛まれたり、引っかかれました。私はそんな彼女の首を絞め息の根を止めました。自分の部屋に彼女を運び、調理しやすいように彼女を細かく切り刻みました。オーブンで焼かれた彼女の小さなお尻は、どれほど甘くて柔らかかったことか。彼女の全身を食べるのに9日かかりました。しようと思えば犯すこともできましたが、私は彼女を犯していません。彼女は処女のまま天に召されたのです。エグ、なんでこれが犯人によるものって断定できたんだぜ。実はハワードが初めてデッド家に来た時に、チーズを手土産にしていたんだ。それはイーパーの手紙で回っていない情報で、この手紙は犯人によるもので間違いないと、断定されたんだよ。捜査機関は、デイビス船長や、香港の基金、人肉食に関する事実は確認できなかったから、捜索と断定したけどね。わざわざ時間が経ってから言うのもやばいんだぜ。やっと時間で傷が多少は癒えたと思った矢先に、こんな手紙よこされるとか。でもこの景色悪い手紙のおかげで、犯人であるフィッシュを逮捕することに、成功したんだよ。どうやって逮捕したんだぜ？バット夫人へ送った手紙には犯人の名前や住所とかは記されていなかったんだけど、その封筒には紋章がついていたんだよ。その封筒は一見何の変哲もないただの封筒のように見えるんだけど、顕微鏡を使ってみると封筒には誰もが見落としてしまうような刻印があったんだよ。何の紋章なんだぜ？ニューヨーク民間運転手福祉協会という協会が作っている封筒にのみ刻印されている紋章だよ。その協会に出入りする関係者すべてから手書きサンプルを集め照合を行ったけど、適合するものはなかったよ。でも建物の清掃員が自宅にその封筒を持ち帰っていて、転居の際に下宿先に置き残していたという証言が得られたんだ。マンハッタンにある寄宿舎を訪ねたけど、同室を利用していた老人、フィッシュは数日前に引っ越した後だったんだよ。寄宿舎の管理人にグレイスの犯人の風貌を伝えると、管理人は、その方ならアルバート・フィッシュさんですよ。彼は息子からの送金に頼って暮らしていましたよ、と警察に伝えたんだ。刑事は郵便局に、フィッシュへの新居の郵送物の差し止めを依頼して、息子からの送金を絶ったんだ。1934年12月13日、息子からの送付物が誤ってこちらに届いていると、知らせを受けたフィッシュは、金を受け取りに元の下宿先を訪れたよ。待ち伏せていた刑事は任意同行を求めたんだ。フィッシュは逮捕された際、素直に従い微笑んでいたそうだよ。そこから事情聴取が始まるよ。さすがに頭が悪いんだぜ。年賀状を仮面ライダーに送って、本拠地がバレたショッカーくらいに頭悪いんだぜ。そこから素直に今までの自分の罪を話していくよ。グレイス事件に関しては否定せずに、私はもともとエドワードを殺害するつもりだったと言ったんだ。ウェストチェスターの空き家に解体道具を隠しておいたこと、グレイスからキスをされた時彼女に標的を変更したこと、そして唯一その場に残した頭部の骨が、ウェストチェスターの廃屋から発見されたんだ。また、供述通り、廃屋の周りからは骨が見つかったんだ。犯行について、症状を犯すことは思い浮かばなかった、と話したよ。でも弁護士に対して、グレイスの首を絞めている時、二度オルガスムに達したと打ち明けたんだ。私本当にわからないんだけど、ゲイシーもそうだけど、なんで人を殺して達するのか本当に理解できない。だからこそ異常者なんだと思うよ。私も全く理解できないんだよ。グレイスの家族は犯人が捕まったことを知り、面会に行くんだよ。エドワードがフィッシュを見ると駆け寄って、罵倒を浴びせるんだけど、フィッシュは何の反応もしなかったそうだよ。次に母親があなたは私を覚えていますか？と尋ねると、はい、覚えています、と言ったんだ。それを聞いた母親は泣き崩れ、警察官にこの人は、私の家に来てグレイスを連れて行った人で、間違いありませんと伝えたよ。辛すぎるんだぜ。でも本当に捕まってくれてよかったんだぜ。裁判では、この情報が誘拐は性的動機によるものだと、主張するために使われたんだよ。報道の際、カニバリズムの話題は慎重に退けられたけど、子供殺しの余罪が次々と明らかとなり、国民全体を恐怖させたんだ。余罪を追及したところ、話を聞いた捜査官は頭が真っ白になったそうだよ。全部で400人くらい殺害しました。マジで？うん、無性に生贄が欲しくなりました。次から次と子供をさらって殺害しては食べました。嘘でしょ、本当に動揺してるんだぜ。フィッシュの犯行が公になると、満月の狂人、グレイマン、ブルックリンの吸血鬼、ウィステリアの人狼、ブギーマン、等と呼ばれるようになるよ。
日市大報新聞で知ったブルックリンの運転手は、その貧相な顔に見覚えがあることを思い出し警察に通報するんだ。運転手によれば老人は小さな男の子を連れて、タクシーに搭乗してきたと言ったよ。男の子は上着も着てなくて、母親を求めて泣いているのを老人が、なだめていたということだよ。この時この運転手が通報していればって、どうしても思ってしまうんだぜ。それはわかるけど、フィッシュは誰が見ても普通の老人のように見えて、そんな凶悪犯だとは絶対に思われないんだよ。だからタクシーの運転手も、おじいちゃんが孫をあやしている程度にしか、思っていないと思うんだよね。友人が語った、ブリーマンが連れて行った、のは妄言ではなかったよ。調べにより事件当時、フィッシュが現場から数マイルの場所で、塗装工の仕事をしていたことが裏取りされたんだ。フィッシュは手紙で弁護士に、ビリーについて明かしたよ。ライカーアベニューのゴミ捨ての近くに、一軒の廃屋がありました。私はそこにビリー少年を連れて行きました。裸にしてて足を縛り、ゴミ捨て場で拾った汚い布切れを猿靴輪にしかませました。それから彼の服を燃やし、靴をゴミ箱に捨てました。その後、歩いて戻り、午前2時にタクシーで家の近くに下車し、そこから歩いて家に帰りました。次の日の午後2時頃、私は自分で作ったキャットをナインテイルズを持って行きました。先が枝分かれした短い鞭で懲罰具、拷問具に用いるもの。私は坊やの裸のお尻を、血が流れるまで鞭で打ちました。その後耳と鼻を切り落とし、口を耳から耳へと切り裂いて、目玉をえぐり出しました。その時にはすでに少年は死んでいました。私はナイフを彼の腹に突き刺し、口を近づけて血を飲みました。私は古い麻袋を4つ拾い、石を山ほど集め入れました。それから体を切り刻みました。頭、足、腕、手、膝から下を切断して、それぞれを石を詰めた麻袋に入れて池に捨てました。すぐに沈んでいきました。私はそれ以外の肉を家に持ち帰りました。そしてプリッとしたお尻をオーブンで焼いて食べました。私は彼の耳、鼻、顔と腹の部分を使ってシチューを作りました。玉ねぎ、人参、カブ、セロリ、塩、胡椒で味付けをしました。美味しかったですよ。それから、お尻の肉を3つに分けました。おちんちんとたまたまは切り取って、洗いました。お尻とおちんちんは一緒の皿に置いて、細かく刻んだベーコンを乗せて、オーブンに入れました。15分ほど焼いたところで、ソースを作るために水をかけ、玉ねぎを4つ入れました。そして肉が焦げないように、たびたび木のスプーンで肉汁をかけました。そうすると、肉はとてもジューシーになります。約2時間後、肉はとてもよく焼けました。ぽっちゃりした坊やのお尻の美味しいことと言ったら、ローストターキーなんか比べ物になりません。私は4日ほどで全ての肉を食べ尽くしてしまいました。彼のおちんちんは木の実のように甘かったのですが、たまたまは硬すぎて食べれなかったのでトイレに流しました。気分が悪いんだぜ。動機について聞かれるとフィッシュは、神が男児の虚勢と殺害を命じたと、話したんだよ。そして裁判が始まるよ。検察側が、フィッシュに強姦された子供たちは、最低でも100人以上に上る、と話すと、陪審員は驚きのあまり言葉を失った。フィッシュが実際に殺人罪で起訴され、裁かれたのは、マクドネル、ビリー、グレイス、上記の3件だけなんだよ。なんでなんだぜ。遺体は見つかったりしていたんだけど、断定することができなかったんだよ。フィッシュは様々な州を練り歩き、犯行を犯していたようだけど、身寄りがない子供や、ストリートチルドレンとか、捜索願いが出されない人を標的としていたためだよ。他にもその当時人種差別が今よりもひどかったから、黒人を狙えばまともに調査されないとも言っていたよ。なるほどゴミなんだぜ。事件化しなかったり事件化されにくかったりする相手を狙っていたんだぜ。そういうこと。でもこれは100年前の事件だし、噂におひれがついただけなのではないかという、声もあるよ。実際に400人というのは、強姦だったり下田のように、危害を加えた人数を言っているのでは？って、だとしても相当なんだぜ。おっしゃる通りで、立ちが悪いことに完全な証拠が出るまで、すべての犯行を否定し続けていたんだよ。グレイスの件に関しては、それで捕まったから、言い逃れできなかったんだろうけどさ。マクドネルとビリーの犯行も、証言が出なかったら否定し続けていたよ。証言。グレイスの犯人として顔が掲載されてから、各地で目撃証言も集まったんだよ。そしてその顔に覚えがある人が通報していったんだよ。だからタクシーの運転手が、ビリーの証言をしていなかったら、ビリーの犯行を認めていなかったよ。証言が出て初めて認めたんだ。じゃあマクドネルも？そうだよ。女の子に声をかけていたじゃんか？その家族が通報して初めて認めたんだよ。他にも、ほぼ確定でこれらの事件の犯人と考えられているよ。でも本人はついに認めなかったから前述した、3件しか彼のものと正式にはされていないんだよ。1935年3月11日に行われた初公判では、弁護士は精神異常としてフィッシュを弁護したんだ。フィッシュは、子供を殺すことを、神からの啓示で聞いたと主張したんだよ。神がそんなこと言うかよ。それこそ悪魔の所業なんだぜ。被告側主任鑑定人である博士は、フィッシュは精神異常であるときっぱり言い切ったんだよ。博士は弁論で、フィッシュの歪んだ盗作と性的異常は、彼自身の気質ではなく、不幸な環境によって作り上げられたものであって、彼も被害者であると主張したんだね。だとしてもどう超えてるんだぜ。10日かかった裁判の結果は陪審員は彼は正気で有罪との評決を下されたんだ。裁判官は、フィッシュに死刑判決を言い渡したよ。
博士はその時こう言ったんだよ。この男は治療できないばかりでなく、罰することもできないのです。彼の歪んだ心は、最後に味わう究極の苦痛として電気椅子を待ち望んでいるのです。待ち望んでる？フィッシュは取材に対してこう答えたんだよ。ワクワクしています。一生に一度しか味わえない、未だかつて経験したことのない、最高のスリルになるでしょう。本当に反省なんて皆無なんだぜ。本人も、あなた方がいかに私に後悔をさせようとしても無駄だよ。どんな言葉を聞いても私は後悔をしそうにないんだ、と言ってるし。多くの凶悪犯と違って謙虚で、多くの精神病患者と違って、激しい情動もなく落ち着いていたそうだよ。不気味すぎるんだぜ。フィッシュはすぐに新津屋刑務所に移送されたよ。フィッシュは服役中ただの一度も一切の反省を示さず、懺悔の時間ですら G 行為につけて、注意を受けたこともあったようだよ。霊夢が最も狂ってるサイコパスって言った理由がはっきりわかったよ。フィッシュの体内は G 行為の時に、奥まで刺して取れなくなった針が、無数に埋まっていたよ。その数29本だよ。え？それに関してフィッシュは、背骨の内側にも刺したし陰嚢自体にも一本突き刺した。その痛さと言ったらとても正気じゃいられなかった。はじめは刺してもすぐに引き抜いていたが、深く刺せば刺すほど快感が強くなる、と語っているよ。ちなみにフィッシュでも、耐えられない痛みがあったんだけど、なんだと思う？筋的なんだぜ。爪と肉の間に針を通すことだよ。痛みを快楽に変えることができるフィッシュでも、あまりの痛さに途中でやめてしまったんだって。聞いてるだけでゾワゾワするんだぜ。これで生活できるんだぜ。できたみたいだね。時たま痛みそうだけど、それすら快感に変えてしまうんじゃないかな？おええ。フィッシュの最後の食事はティーボーンステーキのみだったよ。1936年1月16日、ついにフィッシュの死刑が執行されたんだよ。やっとなんだぜ。フィッシュは電気椅子に腰掛けると、なぜ、自分がここにいるのかわからない、とつぶやいたそうだよ。そこにいることこそが当然なんだぜ、悔い改めるんだぜ。私が勝手に思っていることなんだけどいい？なんだぜ？フィッシュが悔い改めることがなかった理由なんだけどさ、よく魔が差したっていうじゃん。他にも悪魔がやれと言ったとかさ、悪魔が入ってきたとかさ、ああ、みっともない言い訳なんだぜ。どんな宗教でも悪魔って悪いものなんだよね。それはそうなんだぜ。それは悪いことだとわかっているから、だからこそ魔にそそのかされた、というわけだと思うんだよね。そういう風に言う人って、大抵ものすごく罪の意識を感じているし、反省しているんだよ。じゃあ、フィッシュはなんて言ってた？神？そう、フィッシュは神からの啓示を聞いていたんだよね。神は正しいもので絶対的な正義の象徴でもあるんだよね。いつかまとめようと思ってるけど、神の名のもとにどれだけの残虐な行いが、されてきたか。魔女狩りとかなんだぜ。とかもそうだね。神の名を掲げて殺戮を行った人間は、みんな反省しないんだよ。正しいことをしたって考えているんだよ。だからフィッシュは本当に神の名のもとに犯罪を繰り返していたんだよ。だからこそ反省なんてることはなかったんじゃないかなって。おうふ。まあでもその考察は確かに、あるのかもしれないんだぜ。電気椅子による処刑は3分ほどで終わるとされているんだけど、フィッシュの処刑は体内に残されていた、多くの針等のせいで、回路がショートして機械が停止したと言われているんだけど、でもこれは間違っているとされていて、通例で死刑執行の際は警戒のため、2回の電撃が与えられるんだって。そのような認識が報道側になかったから、2回の電撃をしたことは機械の故障によるものと報道されたんだって。知らなかったらそう見えるのかもな。彼の遺体は新津刑務所に埋葬されたよ。フィッシュは執行前に弁護士に、自身の全ての犯罪の詳細な説明を、書いた手紙を送ったそうだよ。それを読んだ弁護士はあまりにも恐ろしすぎて、非人道的な内容の文章を、決して公開することはしなかったんだって。まるでクロノショーみたいなんだぜ。これでアルバート・フィッシュの話は終わりだよ。どうだった？狂気だったんだぜ。殺傷者数で言っても、自称ではあるけど100件以上。殺し方もどんな猟奇事件よりもよっぽどひどいんだぜ。波のホラー映画より断然恐怖なんだぜ。そして性癖、もう狂ってるの一言しか言えないんだぜ。まあ何度も言うようにさ、これは100年近く前だからこその事件だよね。今のご時世でこうなる前にすぐに捕まってるよ。まあゾディアックの時しかりだぜ。街中のカメラや人の見る目、どこでも発信できてしまう今の環境じゃ、こうやって犯罪を犯してもすぐに捕まってしまうと思うよ。そもそも捜査のレベルも段違いだろうしな。そうそうそう。今日はこれくらいにしておこうと思うよ。お疲れなんだぜ。次回はリクエストを受けたうちの片方を解説していこうと思うよ。さすがに2連続食人鬼はあれだから、違う方で。本当に動画を上げ始めてまだ数個だけど、コメントをいただけるようになったり高評価をいただけたり、チャンネル登録していただいたりと、本当にありがとうなんだぜ。モチベに繋がってるんだぜ。週1回の投稿ができるように頑張っていく所存だよ。で、今回の映画紹介は？今回紹介するのはこれグリーンインフェルノ。食人部族に捕まってしまった人たちの話だよ。私的にはあまり面白いというものではなくて、ただ食べられる描写がすごいなって思ったから紹介したよ。なんか見てる感じホステルを見てるのと同じ気分になるよ。この映画も映画を楽しむっていうよりスプラッター描写を見るものだと思ってるから、映画としてはイマイチだと思ってるのよね。まあほら、同じイーライロス監督の作品だからね。なるほどなんだぜ。グロ描写が苦手な私には無縁の代物なんだぜ。
どちらもグロ描写はひどいから苦手なら見ないことをおすすめするよ。もう一本は暗い森。全部で7作あるよ。正直1、2以外は全部見なくていいかなって思うよ。でも1と2は面白いよ。7作もあるってことは人気なんだな。どういう話なんだぜ。簡単に説明すると森に入った若者が化け物にじわじわやられていく系だよ。ああ、よくあるやつだな。そうそう、特定の場所に行ったら抜け出せなくなってじわじわやられていく、よくあるやつ。その場所が洞窟ならディセント、廃病院ならグレイブエンカウンターズ、ホテルの一室なら1408号室といった具合だね。まあこの3つは幽霊なんだけどね。逃げ惑って最終的に迎え撃つんだけど、本当にハラハラするしちゃんと面白いよ。ただなんか3作目からは微妙なんだよ。それぞれに作品としてのつながりはないから、どこからでも見れるんだよ。7作あるからそれ見るのしんどいと思ってたら、それは親切設計なんだぜ。ただ本当にギリ3まで、4から先を始めてみたら他のシリーズは見ないと思うよ。そんななんだな。まあ私個人の意見ですので。それじゃあ今回もご視聴ありがとうなんだぜ。ここまで見てくれて感謝なんだぜ。それじゃあ1週間で1本きっと頑張るんだよ。それじゃあみんな、次回もまた見てくれなんだぜ。